知れば試してみたい。この後どうなる？この後どうなる？育てて何度でも食べられるカイワレですが、育て続けるとどうなるか知ってますか？良純さん。あれこれやったよね。まあ大カイワレになるしかない。では見てみよう。実際にカイワレ大根の種を土にまいて経過を観察。カイワレよりも大きな葉っぱが。そして1ヶ月経ったところで抜いてみると、大きな大根になることが。あ、そういうことなんだ。同じ種でも日に当てるか当てないかの違いなんです。